一番の決め手っていうのが、そのうまく投げる写真の講座ってたくさんあると思うんですけど、なんて言ってもまゆさんのすごく型に当てはめないというか、すっごく良い悪いとか評価しない感じですとか、すっごく自由にのびのびやらせてくれて、そういったところがなんか私にはすごく合ってるなって、他の、あの講座とかセミナーとは違うなって思って直感で決められました。でその時に同時にゼロ期のフォトスクールっていうのが始まってまして、その模様がFacebook の投稿とかでよく流れてたんですけど、その様子がもうすっごく楽しそうで、しかもその受講生の写真の腕っていうのがみるみる上がってってるのが目に見えて分かったんで、そのベーシックの一期の受講生だったんですけど、その応募が始まった途端にもう即決できましたね。それがセミナーを受けようと思ったきっかけです。で実際にそのベーシックコースを受けてですね、まあ、一番初めにその体験っていうのを受けれたので、たくさんの人と今日の講座みたいにこう体験をするんですけれども、突然隣の知らない人と写真を撮れと言うという、で、まあ、そういうところにもとってもびっくりしたんですけど、もう基本写真を私は習いに行こう、撮り方を習いに行こうって言ったのに、コミュニケーションをも教えてくれる人って知らなかったので、まあ、突然コミュニケーションの方法までこうしっかり教えてもらえるというか感じさせてくれて、で、とにかくキーワードが自由に自由に自由にと、自由にを連呼していて、でそれもちゃんとテロップにまで出して自由に自由にと言ったので、ああ写真って自由に撮っていいんだっていうふうにその時に気づいて、これはここで習おうって本当の講座に行って、本当に自由でいいんだよ、自分の感性で撮っていいんだよって思って、あって思ったところで撮っていいんだよって全部許可してもらった感じがして、それで私あ写真結構いっぱいいろいろ撮れるかも、そういう楽しみをこう完全にこう自分のものっていうか、あ自分でいいんだっていうふうに許可できた講座だったなと思います。やっぱり僕は楽しいっていうのが一番その自分の中でその行動のきっかけになっているので、そういうもう楽しい雰囲気が前面に出てるスクールだと僕は思ってて、他のちょっとした写真スクールも行ってみたんですけど、やっぱりなんか技術しかやっぱりガチガチで教えてなくて、なんかあんま聞いててまあためにはなるんですけど、なんか面白くないなっていう、それなんか感じがあったりして、その後はやっぱりまたこっちの舞さんのセミナーに来るとやっぱり楽しくて、なんかはしゃいじゃってる自分がいるようなすごい楽しい場です。そうですね、僕は Facebook でやはり自分 の, 思いだとかそういったものを、まあ、言葉に写真をつけてより効果的に発信したいっていうのが、まあ、そもそものスタートだったので、やはりそういったところでより自分の思いが乗ったもの、それで自分の思いがやっぱりそのまま乗っているもの、表現できているものっていうのは同じように他の方が見ていただけると、そのまま他の方、その方にも同じ思いを持っている方の心にもダイレクトに響いて共感し合えるものになると思うので、なので自分の思いをまず大切にして、それこそフォトコミュニケーションで誰かとつながるために自分の思いを写真で発信していく、それで必要な方とつながっていくっていうことをしていきたいと思っています。ですので僕も僕でこれから自分でいろいろやっていきたいこととか、そういったことはちょっと思っているところはあるので、その時にその写真っていうものをより有効に使って必要な人とつながっていきたいと思いますし、スクールで味わった経験だとかそういったものでやっぱり思うと必ずつながれるはずだなっていうふうに思っているので、楽しんでいろんな人たちとつながるために写真を使っていきたいというふうに思っています。